残念なのはあんたの方だ、カルマ源氏。なんだと？惜しかったね。あともう一日だったのに。あるんだよ、証拠ならな。何？ミツルギを有罪にするために自分で墓穴を掘るとはね。あんたの肩の弾丸と DL6 号事件を結びつける。これが最後の証拠だ。さあ、ということで、これね、まゆちゃんが持ってたんでしたっけ。持っててくれたというか、 DL6 号事件の弾丸。それは弾丸ですか。貴様、どうしてそれを。これは DL 工事件で使用された弾丸です。被害者の三剣信の心臓から摘出されました。保存状態は良好で、洗浄痕もはっきり残っています。洗浄痕。今から2日前、最初の法廷でも洗浄痕の話が出ましたね。洗浄痕というのはピストルの指紋みたいなもんです。ピストルで撃たれた弾丸には必ず銃身による傷がつきます。その傷を調べれば、弾丸がどのピストルから撃たれたかがはっきり特定できるんです。ここに2つの弾丸があります。ミツルギシンの心臓から摘出されたこの弾丸、そしてカルマ検事、あなたの肩に埋まってる弾丸、2つの弾丸の洗浄痕を調べた結果、もしその洗浄痕が一致したら、2つの弾丸は同じピストルから発射されたことが証明されます。同じピストル、すなわちミツルギシンを撃った凶器です。カルマ検事、その肩に埋まってる弾丸を摘出してください。そしてこの弾丸の洗浄痕と比べてみましょう。それでこの事件は解決です。いかがですか、カルマ検事。この悲鳴、どこかで聞いたことになる。そうだ、あの時だ。あの時の悲鳴だ。15年前、私がエレベーターで聞いたのは、カルマ検事、あなたの悲鳴だったのか。カルマ検事、やはりあなたが。
15年前。検事局長、申し訳ない。カルマ君、君らしくもないヘマをしたもんだ。あの三剣弁護士に尻尾をつかまれるとはね。油断したようだ。残念だが君には処罰を受けてもらうよ。さすがに今回ばかりはかばうわけにもいかないんでね。味わったことのないショックだった。この我が輩が処罰されるなど、精神の隙を取り戻すのに数時間かかった。気がつくと我が輩は闇の中にいた。そこは裁判所の資料室だった。いつの間にかそんなところに来ていたらしい。部屋の中は真っ暗だった。どうやら停電してるようだ。廊下に出て手探りでエレベーターの前に出た。エレベーターのボタンを押す。しかし反応がない。次の瞬間、そのタイミングか。その時電力が回復した。目の前でドアが開く。3人の人間が見えた。彼らは酸欠で気絶していた。不思議なことに足元にピストルが転がっていた。これは運命なんだ。我が輩はそう知った。最後の瞬間、ミスルギシンは気絶していた。奴は誰に撃たれたかも知らぬまま死んだんだ。後日、霊媒師の口を介して背音を告発したようだが、我が輩は被害者自身をも完璧に欺いてやったんだ。あのエレベーターの扉を再び開ける男が現れるとはな。裁判長。はい。何をしておる。このさやかなゲームに幕を引くのは貴様の役目だろう。今はその時だ。さっさと幕を引くんだ。わかりました。私たちはどうやら迷宮の出口にたどり着いたようです。15年の歳月の果てに。ミスルギレイジ。はい。あなたはムスだった。すべては悪夢に過ぎなかった。ミスルギレイジに対する判決を言い渡します。では本日はこれにて閉店。いやー、なんとかなりましたね。なるほどくん、なるほどくん、ついにやったね。見た？見た？カルマケンジのしみったれた顔。あれ、平気なふりしてるけど心の中は土砂降りだよ。いい君だね。いや、全く。それにしても危なかった。もう絶対ダメだと思ったよ。そうだね、私もずっと半泣きだったよ。まあ今となってはいい思い出だけどね。終わったな、ミスルギ。なるほど。その何と言えばいいのか。そういう時はね、ありがとうって言うんだよ。そうなのか。ありがとう。なるほど。どういたしまして。いまいち張り合いがないな。すまん、こういうの苦手で。もうダメだな、ミスルケンジは。
やれやれ。ミドノコさん、さすがっす。自分が見込んだだけのことあったっす。ミドノコ入りケイスケ、この恩は一生忘れないっす。今夜パートやるっす。自分がご馳走するっす。今月から給料がちょっぴり下がったっすが、気にしねえっす。ほらほらほら、ミスリケンジ、ミドノコ刑事を見習うの。あんな感じにやると感謝の気持ちが伝わるんだよ。なるほど。ダメだ、やっぱり私なんか。まあまあ、少しずつ慣れていきましょうよ。こんな素直な三剣を見るの15年ぶりだな。お、夏美さんだ。お、いたいた。あ、夏美さん。いやー、あんたら、かっこよかったね。ありがとうございます。お、兄ちゃん。無罪おめでとう。お、大きに。うちには最初から分かってたんやで。あんたが無罪だってな。確か初日の検察側の証人だったような。まあまあ、細かいことを気にしなさんな。そういえば夏美さん、今は何を？今か？大学に戻ったね。スクープカメラマンになる夢はもうおしまいや。そうなんですか。あれ？あそこにいるの公園のまんじゅうやちゃうか？やはりさん。え？やはりさん、死ぬんだ。なんでお前がそんな顔してるんだよ。なるほど、俺そろそろ死ぬからさ。いやいやいや、かすみがよ、パリで暮らすって言い出して置いていかれちまったんだよ。どんまいすぎる。やれやれ。お、ミスルギいたのか。そりゃまあいる。まあいるわな。おめでとうな、ミスルギ。これ俺からのお祝い。お祝い？珍しいな。お、あんたも後で来るっす。ごちそうするっす。ああ、楽しみにしてます。おい、なるほど。あいつ俺を取り調べした刑事だぜ。ごちそうってまさかカツ丼じゃねえだろうな。それはないと思うぞ。なるほど。どうした？金が入ってるぞ。やはりがくれた封筒。そりゃあそうだろ、お祝いだからな。3800円だ。3800円、ここで出てくるんだ。給食費だよね。また随分半端な金額だな。3800円。なるほどくん、小学校の頃ミスルイケンジが盗まれた給食費って確かだよね。3800円。まさか、まさか。やはりお前ここで発覚するんだ。何を色めき立っている。なるほど。え、確かにやはりはあの日風邪で学校を休んでいた。だがだからといって犯人でないという理由にはならん。え、15年前のあの日、休んだはいいが退屈だったやはりは学校に来てみたんだろう。そしてまあちょっと手が伸びてしまったんだろうな。伸びちまったんだろうね。いやはやこれがミスルギ。まさかお前知っていたのか。怪しいとは思っていた。いつものやはりならお前をかばうのはおかしい。みんなと一緒になってここぞとばかり攻め立てたあろう。この表情いいね。うむむむ、なるほど。もしかしたらお前は知らないかもしれないが、この男はこう言われていたんだ。事件の陰にやっぱりやはりと。その言葉なら嫌というほど思い知らされてるよ。いやー、なるほど。まさか
君が気づいていなかったとは。意外だねこりゃ。ミスルギ、言えよ。まあまあ、なるほどくん、もう15年前のことでしょ。これって事故ってやつだよね、ミスルケンジ。そういうことだな。そういうことだよ。まったく、お前らに感謝して弁護士になった僕の立場はどうなるんだ。感動的なまでの人よしといったところだろうか。とんだお調子者とも言えるよな。死刑だ、こいつは死刑してくれ。こんなことならケンジになりゃよかった。それは私も同じだ。もしかしたら自分は父親を撃ってしまったのかもしれない。自分は罪人かもしれない。私はそういう自分を罰する意味もあってケンジになった。こんなことなら弁護士になりたかった。ミツルギ、変わるか。なるほど、変わるか。おい、みんな写真撮るで。ほらほら、写真だって。行こうよ。その後はごちそうっす。その夜は糸の子刑事の決死のサービスで、僕たちは全てから解放されたミスルギを祝った。もちろんミスルギ本人はまだ留置所の中だったんだが、さあ事務所ですね。うん、昨日は騒ぎすぎたな。まだ頭がガンガンするぞ。まだ5時か。もう人寝入りするかな。あれ、これは手紙？お手紙だ。おはよう、なるほどくん。昨日のなるほどくんは本当かっこよかったです。そんななるほどくんを見ていてこう思いました。こんなことでいいのかなって。私は霊媒師です。まだ一人前じゃないけど、私もミスルイケンジの力になりたかった。なるほどくんを助けたかったです。でもできませんでした。とても悔しかったです。だから私は一度修行に出ようと思います。そしてまず霊媒師として一人前になろうと思います。顔を見ると見えなくなりそうなんで手紙にしました。迷いじゃん、さようなら、なるほどくん。さようならって今何時だ。始発の発車時間過ぎている。とにかく駅へ。やっぱり、いないか。あ、まゆうちゃん。なるほどくん。まゆうちゃん。やっぱり、行っちゃうの？うん。悔しいから。霊を呼べない霊媒師なんて。それに、私がいなくてももう平気だもんね、なるほどくん。じゃあ元気でね。待った！ちょっと待って。なんか感動的な場面なんだろうけどさ、ここぞとここぞと言わんばかりに待ったのエフェクトが入りましたね。カットインが何？ミスルギを助けられたのは迷いちゃんたちのおかげだよね。最後の法廷で聞いたんだよ、シロさんの声を。お姉ちゃんの声だけだけど、
最後の最後、もうダメだ。って時に。そうなんだ。さすがお姉ちゃんだな。糸の子刑事さんも、星影先生も、やっぱりさんも。やっぱり私だけだ。何の役にも立たなかった。カルマにとろみを刺したのは、まゆちゃんだよ。私は何もしてないよ。ただ、おろおろしていただけ。悪いけど、こっちには証拠があるからね。証拠？拗ねているまゆちゃんに証拠見せてあげよう。これは、あの弾丸だよね。これがあったからこそですよね。弾丸？カルマは DL65 事件の資料を全て隠すつもりだった。でも、まゆちゃんが持ったんだよ。最後の証拠品を。この弾丸が、カルマを倒したんだ。この弾丸を僕にくれたのは、まゆちゃんだよ。なるほどくん。ありがとう、まゆちゃん。帰ってくるから。ね。一人前になったら、帰ってくる。うん。待ってるよ。やっぱり私がいなくちゃダメだからね、なるほどくんは。そんなことはないけどさ。そんなことはないけどさ。やっぱまゆちゃんこういう感じが合いますよね。じゃあ行くね。うん。ありがとう。なるほどくん。これで僕の物語おしまいだ。新米弁護士だった自分に別れを告げて、僕は今新しいページをめくり、新しい物語を生きている。相変わらずの顔ぶれで。さて、逆転裁判、蘇る逆転、いかがでしたでしょうか。今回で第4話が完結して、一旦エンディングとなります。というのはですね、通常版の逆転裁判はどうやらここまでのようなのですが、このリメイク版、自分の遊んでるバージョンですね。こちらはですね、なんと追加シナリオの第5話が収録されてるみたいなんですよね。なので、第5話の方も遊んでいこうかなと考えております。なので、もうちょっと続きますが、どうぞよろしくお願いいたします。この第5話はですね、4話からの2ヶ月後のお話となってるみたいで、続編の逆転裁判2へのつながりもあるとのことなので、とても楽しみです。全体的に難易度も遊びやすい感じで、もともと読み物系が好きというのもあったので、ここまでもね、楽しめましたね。ここからも楽しみですね。ということで、第5話の方もね、楽しんで遊んでいこうかなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。そして次回作についてです。新作タイトルで興味があるのはポケットモンスターの新作のスカーレットとバイオレットですね。それまでは買っていて遊べていなかったゲームを中心に遊んでいこうかなと思っておりますので、他にもね、いろいろと動画投稿していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。コメントの方もしっかりと読ませていただいております。本当にありがとうございます。同じ時間をシェアできる動画、これをね、ずっとモットーとして活動しておりますので、今までコメントを書いていなかったという人もこれからはどんどん書いていただけますと嬉しく思います。とてもモチベーションになっておりますので、一言でも嬉しいですので、ぜひお願いいたします。いつも書いていただいているという方はね、これからもぜひよろしくお願いいたします。ということで、引き続きよろしくお願いいたします。
動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。